すぐはカルオのお暇なら映画でも。ということで、ここまでケルト人の歴史みたいなものを学んできたわけですけれども、学んできたっていうか言って喋ってきたわけですけれども、2つに分けることにしました。ということで、ここから新しい動画ということになっていると思います。よろしくお願いします。ハロウィンとは何なのかについて喋っております、前回からね。ということで、ここからやっとですね、ハロウィンっぽいお話ということになってきます。ハロウィンといえば代名詞となっているのが仮装ですよね。この仮装、ママーズプレイとかガイジングと呼ばれているものですね。ママーズっていうのはお母さんという意味ではなくて、まあマスクとか偽装者ということだそうです。ムーミンと非常によく似ています。このママーズっていうのね、ムーミンっていうのとね、非常によく似ていますね。ムーミンも同じ北欧、まあアイルランドとかフィンランドに住む妖精のお話ですよね。何か関係があるかもしれません。ないかもしれません。ハロウィンの仮装といえば、渋谷の街をね、やたらセクシーな格好で歩き回ることではなくて、そもそも子供がですね、妖精の格好をして、近所の家々を回って、お菓子をくれなきゃいたずらするぞというふうにやるのがハロウィンの仮装ですよね。なんでこんなことをするのかですけれども、子供だけお菓子もらえてずるいじゃないかとか、なんで知りもしない子供にお菓子をあげなきゃいけないんだとか、まあ思ったりするかもしれませんけれども、この行事に関するキーワードは、出てきましたね。もう前回。たくさん出てきました。妖精は火を吹くシスとか、狼男とか、そういったものをイメージしていると思っていいと思います。で、子供とか食べ物っていうキーワードは、瞳悟空にされた捧げ物ということになっていますよね。ケルト人たちはドルイド教による口伝でしか伝えられていない宗教観がありますんで、そうだよとは言わないかもしれませんけど、ハロウィンの仮装はケルト人たちの大晦日の儀式、そしてこの伝説というものを模したものなんだろうというふうに推測はできると思います。さて次。ハロウィンといえば火も重要なアイテムとして登場しますよね。ジャック・オ・ランタンなんかはその代表例ですね。ジャック・オ・ランタンについてはこの後説明しますけれども、まずは火そのものからですね。火に特別な力があるって考えるのは世界中どこでも同じです。日本でもそうですね。ケルト人もそうです。サムハインの日の夜ですね。彼らは丘の上で焚き火をするわけですね。キャンプファイヤーみたいな感じで、ブワーッと、ものすごい焚き火をするわけです。これにどのような意味があるのかは、わかりません。彼らは文字を持たずに儀式の内容を人に伝えませんので、どういった意味でこの焚き火をしているのかはわかりませんけれども、伝統的にこの焚き火は行われているということですね。で、この時、若者がですね、この火の中をこう走り回ったりするわけですね。まあ度胸試しみたいな感じで、うわーっと行ったりとか、牛をね、生贄として火の中にこう入れたりとか、そういったこともしているわけですね。全焼の生贄みたいな、そんな感じですね。丸焦げにするぐらい。だって、ものすごい火ですからね。ものすごい火の中に牛をポーンと入れるみたいなね。そうやって生贄にしたりとか、まあしているということもあったりするわけです。で、問題はここからなんですけれども、その焚き火の火をケルト人たちは大事に家に持ち帰って暖炉にくべるということがあります。まあ、今日は大晦日ですね。10月31日は大晦日なんで、この新しい火を使って新年、11月1日からの新年を迎えるということになるわけですね。ね、皆さんお忘れじゃありませんよね。ハロウィンは、サムハインは、大晦日のお祭りですからね。ケルト人の大晦日のお祭りです。で、うちに持って帰ったこの日は、どうするのかというと、まあ普通に温まるっていうのももちろんあるんですけど、占いとして利用したりするわけですね。ケルト人にとって、リンゴとかヘーゼルナッツっていうのは非常に特別なものだということになっています。まあ日本で言ったら桃とか、そういった感じですよね。特別な存在。リンゴとかヘーゼルナッツっていうのは。まあ、例えばヘーゼルナッツをこう暖炉に置いてですね、殻がこう割れますよね。
この殻の割れ方でその年の吉凶を占ったりとかいうことを伝統的にしていたということがあるそうです。ということで、この丘の上で燃やした神聖な火を家に持ち帰るというのがジャックオーランタンに何かつながりそうな感じがしますよね。非常につながりそうな気がしますね。あ、ちなみにこう今までここまで言ってきて今更言うのも何なんですけど、今回の僕のこのお話ね、前回も今回もそうなんですけど、僕の自説がかなり入っていますので、その辺ご了承ください。ということで、かぼちゃのあれがですね、なぜジャックのランタン、ジャックオランタンという名前なのかについては有名なお話がありますね。僕も猫ちゃんたちを使ってそのお芝居をしましたんで、そちらもぜひご覧ください。かわいい。まあ、簡単に説明しますと、その昔ジャックという悪党がいたわけですね。で、悪い魂を探していたサタンというのもいました。このサタンがジャックに話しかけるわけですね。おい悪党と、お前の望みを、お前なんか欲しいものあるだろうと、お前の望みとお前の魂、これ交換しないかと、何でも願い叶えてやるぞと言ったわけですね。ジャックはサタンと取引をして、まあその日の飲み代を工面したわけですね。まあその後いろいろあって、ジャックはサタンにこう言ったわけですね。まあ死ぬ間際の時です。ジャックは、おいサタンよと、最後にリンゴを食べたいんだ。あの木になっているリンゴを取ってくれないかというわけですね。サタンはいいと思うと言ってリンゴの木に登ると、そこには十字架があったわけですね。ギャーとなってサタンは動けなくなってしまいました。助けてくれジャック、十字架は困るんだというサタンにジャックはですね、俺の魂を取らないと約束するなら助けてやるというふうに言ったんですね。サタンは約束をしてどこかに行ってしまいましたということですね。で、数年が過ぎてジャックは寿命で死にました。ジャックが天国に行くと、お前みたいな悪党が天国に入れるわけないだろうと、地獄へ行けというふうに言われるわけですね。で、ジャックは地獄に行くと、お前の魂はサタンとの契約でもらえないことになっているから地獄に入れることはできない、どっか行けというふうに言われます。途方に暮れたジャック、こう辺りはもう真っ暗なわけですね。一説によるとここは煉獄という場所だというふうに解釈されたりもしますけど、煉獄でいいかどうかは何とも言えませんね。煉獄っていうのは、まあ、天国でも地獄でもない、天国にも行けず地獄にも行けない人が集まる場所が煉獄という場所なんですね。ここにいる主な人ってのは何かというと、キリスト教ができる以前に生きていた人たちなんですね。キリスト教じゃないと天国に入れません。で、悪いことすると地獄に行きます。キリスト教がまだない時代のいい人たちっていうのは、でもキリスト教じゃないから天国にも行けず、でも地獄に行くような悪いこともしていない、だからここにいなさいみたいな、そういう広場が煉獄という場所なんですけど、ジャックはそこにいるというふうに解釈されてもいますけれども、どうでしょうね、なんとも言えないですね。だって煉獄は基本的に悪い人はいませんからね。キリスト教徒じゃないっていうだけでここに閉じ込められている人たちなんで、ジャックは悪い人なんで、あー、なんとも言えんなという感じはしますけど。で、この暗い中、非常に困っていたわけですね、ジャックは。どうしようどうしようとなっていると、サタンが通りかかって、もう困ってるみたいだなと、大変だねと。このサタン優しいんですよね。明かりがないと困るだろうから地獄の炎をお前にあげるよと。おお、よかった、これではなんかなんとなく明かりが見えるって言って、ジャックはこの炎が消えないようにその辺に埋まってた株を抜き取って、中をくり抜いてランタンにして、持ち歩いて今でもずっとさまよい続けているのでした、というのがジャックオランタンのお話です。おお、なるほどなるほどと思いますよね。これはアイルランドに伝わる、ケルト人のたくさんいる国アイルランドに伝わる古い伝説ということです。ということで、アイルランドに伝わる古い伝説、ジャックオランタンのお話なんですけれども、これおかしいと思いますよね。出てくるものすべてがキリスト教のものなんですね。天国とか地獄とかサタンとか、そもそもジャックという名前ですらですね、これはキリスト教由来の名前なんですね。ジャックっていうのはヤコブのことです。ヤコブは英語名でジェイコブとなって、それが
まあ、ジャックとなっていくわけですね。ジャックというのはキリスト教のお話なんですね。ジャックというのはキリスト教の名前なんですね。このお話、最初から最後までもうケルト感ゼロなんですね。まあ、あえて言うなら、悪魔がくれた地獄の火のあたりが少し何かあるかもしれないというふうにちょろっと感じたりもしますけど、これはキリスト教のお話ということになります。もともとケルトにあったお話をキリスト教的にアレンジしたという感じもあまり感じませんよね。どういうことなんでしょうか。本当にこれはケルト人のお話なんでしょうか。思うにですね、これはケルトのドルイド教がキリスト教にまあ吸収されていくわけですね。彼らが生き残るために多分キリスト教を吸収することを同意したということがあるんだと思うんですけれども、このキリスト教に吸収された後に作り出されたお話だと思っていいと思います。つまり、もともとケルトにあったお話がキリスト教的になったんじゃなくて、キリスト教に吸収されたドルイド教が作り出したお話ということなんじゃないかというふうに思うんですね。じゃあなんでわざわざこんな話を作り出したのかというと非常に謎ということになります。おそらくですね、まあもともと株ですね。まあアメリカに行ってカボチャになった株のランタン。これがまあもともとなんですけど、もともと多分株をランタン代わりにするという風習はあったんじゃないかなというふうに思ったりします。で、その株に人間というかね、モンスターとかそういったものの顔をかたどってということもあったのかもしれないと思います。で、そうした理由というのもおそらくしっかりあったはずなんですね。なぜ株なのかとか、なぜ火を中に入れるのか、ランタンなのかとか、なぜ顔をかたどるのかとかね、そういった理由はあったはずなんですけど、おそらく元々の理由はですね、キリスト教的に都合が悪いんじゃないかと思います。だからランタンは残して、いわゆるこのケルト的なそういう儀式の風習は残してお話を別で作ったんじゃないかというふうに思うんですよね。きっとね、ポイントとなりそうなのはさっきも言った悪魔がくれた地獄の火という部分ですね。異教の神を悪魔に変えるってのはまああるあるですよね。ということから考えて、このジャックに火を分けた優しい悪魔、このジャック・オ・ランタンのお話に出てくる悪魔っていうのは非常に優しいんです。本当に。ジャックのためにリンゴを取ってあげたりとか、ジャックのために地獄の火をプレゼントしてくれたりとか、非常に優しいんですね。この優しい悪魔、もともとはケルトの神だと考えた方がいいかもしれません。で、ケルトの民にですね、火を分けてくれているのは死者の国である古い墓から出てきた恐ろしい妖怪なわけですね。それは、お話ししましたよね。シスという妖怪です。キリスト教的に見ればですね、死者の国というのは地獄そのものなわけですけれども、輪廻転生を完璧に信じているケルト人にとってみればですね、死者の国というのは死者の国以外の何者でもなくてですね、自分はいずれそこに行ってまた戻ってくるという中間地点というか、そういった場所に過ぎないわけですね。ちょっとキリスト教との考えは非常に違います。だいぶ離れていますね。キリスト教はいいことをしたら天国に行って、悪いことをしたら地獄に行ってとか、そういったところがあるわけですけれども、ドルイド教は、ケルト人のドルイド教は、この現世のいいこと悪いこととか、全く何の関係もないんですね。死んだら死者の国に行って、死者の国に行って、まあ、死者の国でしばらく過ごしてまた死んだら、今度はまた聖者の国に行ってっていうことをただ繰り返すっていうだけだという宗教観なんで、まあ、全く違うわけですね。だから、キリスト教とは違うので、変えたんだと思います。おそらく表向きだけ変えたんです。この、火を持ち帰るとか、ハロウィン、サムハインのこのお祭りっていうのはおそらく非常に大事なんですね、ケルト人にとって。だから側はキリスト教的にするけど、
本質は私たちはずっと持ち続けますよということなんじゃないかと思いますね。まあ普通に考えて、異教の神、すなわち悪魔ですね。この悪魔崇拝というのをケルトはしていたわけですね。キリスト教徒からすれば、異教の神を拝むっていうのはイコール悪魔崇拝ですから、その悪魔崇拝をやめさせようというふうに考えたとき、一番手っ取り早いのは、その儀式そのものをもう排斥して、禁止してしまうというのが、キリスト教が、この彼ら、ケルト人を支配するのに、一番手っ取り早くて都合の良いやり方ですよね。お前たちのやってることは間違いだ。こっちの神様が正しい。だからお前らがやっていたことは今、だからお前らが今までやってたことは全部もう廃止っていう風にしちゃった方が楽ですよね。ランタンっていうのはいわば、ケルト人にとっての象徴というか、もう偶像崇拝というか、そういったものだという風に取ることもできますんで、キリスト教的にはそんなダメよと言っちゃえばいいんですけど、言わなかったんですね。というか言えなかったというか、ケルトの人たちが言わせなかったというか、そういったことがあったんだと思います。おそらくドルイドたちはですね、伝説というものを取るか、それとも精神というものを取るかで悩んだんですね。その結果、精神を取ったんだと思います。伝説はキリスト教にくれてやるよと。私たちケルト人とは全く無関係なキリスト教的な伝説を、あんたたちが喜ぶようなものを作りましたよと。ジャックというのが、天国と地獄の間さまよってるっていう、これはそういうもんですよということでどうですかと。するとキリスト教は、おお、なるほどなるほど、面白いね、その話。乗ったみたいになったわけですね。でも実際は、本当は違うぞと。あのジャック・オー・ランタン、あの日にはこういった意味合いがあって、私たちの大晦日であるこの日は非常に特別な存在で、これは表には出しちゃいけない、自分たちの心の中にだけしまっていればいいんだ、ということがあったのかもしれないと、いうふうに思いませんか。都合よくですね、ケルト人たちは文字を持ちません。真実は口伝で、自分たちの仲間、子孫に伝えていけばいいんですね。だから、表向きは、もうジャックがどうしたとか、そういうキリスト教的な話にしておいて問題なし、儀式の本質は、口伝で受け継いでいけばいいんだ、というふうにしたんじゃないかな、というふうに思います。それがジャック・オー・ランタンの、まあ、真実というか、そういったことになるんじゃないかな、というふうに思ったりしますね。だっておかしいですもんね。ケルト、人とジャック・オー・ランタンの物語は全くつながりませんから、全くつながりませんからおかしいですよね、ということなんじゃないかなというふうに思います。まあ現在のハロウィンは形上キリスト教のお祭りということになっています。ただまあこうやって見ればね、誰でもわかると思うんですけど、キリスト教にしちゃ随分なんか変だなと、なんかキリスト教とは違うものっぽい感じするよねと思いますよね。そこはおそらくケルト人たちが精神的に何か秘密を持っていて、それに世界は騙されているというか、外側だけの楽しそうな部分だけを受け継いで、儀式そのものはこうちゃんと脈々と未来まで受け継がれていってっていうね、本当の心というのは別にあるんだけど、本当の心をちゃんと受け継ぐためにも儀式だけでも形上こう伝えていこうみたいなね、そういったことがあるんじゃないかなというふうに思いました。ということで今回はハロウィンって何という回でした。非常に長くなってしまって多分2つに分けていると思います。月曜日と金曜日に上げてるかな、多分ね。ハロウィン前に上げないとちょっとあれなんでということでした。いやー、長かった。でもね、やっぱこうやってなんていうの、本当の意味は失われても儀式として形は残っていくっていうことは世の中によくあることで、
そういうところを探るっていうのね、面白いですよね。まあ民族学とか、まあ歴史学。歴史学と民族学はだいぶアプローチの仕方が違って、僕はどっちかというと民族学の方が好きですけれども。まあ巨石とかありますよね、世界中に。巨石の遺跡とか、ああいったものとかも、あの当時の人たちは一体どういうことを考えてこれをやったんだろうなーっていうふうに想像するのは面白いですよね。だから僕縄文時代が好きなんですね。ということで今回は、聖書シリーズ特別編、ハロウィンって一体何なのという回でした。結局よくわからないわけですけれども、わからないなりに楽しいハロウィンというのを分析というか、深掘りできたんじゃないかなと思います。それでは皆さん、また、まあ、聖書動画だったり、映画の動画だったり、あと、猫ちゃん動画だったり、いろんなものでお会いしましょう。さよなら。ちゃん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 。そういえば、ハロウィンの音楽って、定番がないね。